株式会社エンドレスアドバンスは長野県佐久市に本社を置く自動車チューニングパーツメーカーチューニングカー用ブレーキ部品製造販売で国内最大手である1986年よりブレーキパッドの開発に着手し製造を開始する1987年に株式会社エンドレスプロジェクト設立設立直後には国内レースにおいて ブレーキパッドのシェア70%を獲得。1988年に営業部門を担当する株式会社エンドレスアドバンスを設立。1994年ジールブランドが設立されサスペンションやマフラーの製造も行われる。1995年香港の IMSP と取引を開始1999年スウェーデンのエンドレス。 ブレーキテクノロジーと取引を開始。タイのエンドレス。バンコックと取引を、開始2000年。アメリカのエンドレス USA と取引を開始株式。会社エンドレスアドバンス。東京営業省。江東区亀戸へ。移転2002年。スーパー耐久シリーズ1クラスエンドレス。 アドボン GT-R シリーズチャンピオン獲得スーパー1600ルノーチームに供給開始、ロシアの 9000rpm AL チューニングと取引を開始2012年のスーパー GT GT300 クラスで優勝したチーム対3エンドレスのポルシェ911 GT3R1988 年に株式会社エンドレススポーツを設立し自社チームを発足。 自社メンテにより、ミラージュカップ参戦、91年シリーズチャンピオン。1992年シビックインターカップ参戦、東日本シリーズチャンピオン。2008年はスーー、スーパータイスーパー GT にエンドレスアドボンの鍋、日産、フェアレディ Z で参戦。マシンメンテナンスは、RS 中春に委託された。2012年には退散を支援にして、 チーム対3エンドレスとして、ポルシェで参戦、ミネオ京介、横溝直樹が GT300 クラスのシリーズチャンピオンに輝いた。また同年スーパータイの ST-1 クラスでもチャンピオンとなっている。2016年はスーパータイの ST-4 クラスにて、トヨタ86を運用してチャンピオンになった。その他、PWRC に出場している。 新井俊博や、パイクスピークヒルクライムに出場する、増岡博に、ブレーキの供給をしていたほか、WTCC、全日本ロードレース選手権、全日本ラリー選手権、WRC、グランダムシリーズ、ニュルブルクリンク24時間、ダカールラリー、F1 など、世界中カテゴリーの大小問わず幅広く、部品を供給してきた。エンドレス、レディと称する。 レースクイーン集団が所属しており、毎年一定数を募集している。レース雑務の他に、テレビ、雑誌などの媒体への出演などを目的としている。他チームに比べて、メンバーが多く、年によっては10人を超えることがあり、2005年度は13人を、要していた。また、人気のあるメンバーは、複数年在籍することがある。ありがとうございます。